津波から身を守るには、地震を感じたらすぐ避難を海岸で強い地震を感じたらまず津波の襲来を考えようまた地震の揺れが弱くても長い時間ゆっくりと揺れるような時は津波地震の可能性があるすぐ海岸から離れ安全な場所に避難しよう津波の初動は 引き波とは限らない突然押し波が現れる場合もあるので海面の変化を確認してから逃げては遅い。